皆さん、こちら私気になりすぎて買ってきちゃったんです。前回3月に天球に取材に行った時に宇宙食を発見したわけですよ。で、これアイスって書いてあるじゃないですか。アイスですよ、アイス。宇宙でアイスどうなっちゃうのって思って。いやだって常温ですよ。いやいや、漏れてないの。いやいや、もう漏れてたらもうベタベタですよ。もうどうなっちゃう。いやでもこれどういうのが出てくるか気になりません？気になりますよね。じゃあまず愛理が予想します。ふむふむ、クッキーみたいなやつが出てくる。編集長はアイスで固形どうなるのかな。美味しいのかな。でも冷たくないんだよね。冷たくはないんですよ。常温だね。予測不能。いや、嘘でしょ。予測不能。いや、皆さんはこれどう思いますか。いちごアイスですよ。でも冷たくないです。じゃあ実際にやっぱ食べてみるのがいいですかね。そうね、やってみます、うん、やっちゃおう。開けちゃいますよ。いい、どうぞ。でよいしょ。ねえ、袋の中に袋が入ってる。ちょっとこれも今開いたらさ、ジャンって出てくるかと思いきや、何時になってるのかな。なってる。おお、すごい宇宙っぽいね。なんか密閉されてる感じが宇宙っぽい、ね、すごい密閉だね。あ、でも見て、音はカサカサしてますよ。開けます。え、待って、またなんかさ箱に入ってんだけど。どういうこと。え、あ、待って、リン見てくださいよ。なんかこの、おー、え、どういうこと。これ出てこない、出てこないよ。皆さんにこう見せてあげて。ちょっと割れてますけど、ちょっと割れてますけど、ピンク色ですね。ピンク色のなんかパサパサしてそうなもの。なんだろうこれ。なんかクッキー感な感じ。化粧のあれに似てますね。パウダー感。ちょっといい匂いになっちゃうな。そう、いい香りがしてきそうな。でも、あ、え、いちご。いや、いちごではない。でも甘い、うん、甘い砂糖菓子。砂糖菓子だね。そうですね、なんかあのふわーって、ふわっとした感じ。あのちっちゃい子とかも好きそうな匂いしてます。そうね、うん、これどうやって食べるんですか。もうどうやって食べるの。ズバリガブついてください。ガブついていい。あの冗談。あのおしとやかにこう女性らしく食べていただいて。じゃあ、お先に失礼します。はい、いくよ。あ、ちょうどね、割れててくれてありがとうだ。ね、そう。おーおーおお。はい。うわあ、ボロボロしてる。はい、いきまーす。どうですか。なんか。あ、今食べながら、ごめんね。ちょっとそれは、うん、ちょっと食べ終わった後に感想。うん。お菓子とか砂糖菓子みたいな感じ。あの、落雁に近いかもしれない。なんか、ジュワーってこう、口の中に甘さが広がる、うん、広がる感じで、でも、アイスって感じはちょっとしない。新食感ですか。うん、あの、まさにそう、新食感。なんか宇宙で甘いものを食べたくなったら、まあすごいいいと思う。でも普通に地上にいても食べたい。食べたい。うん、食べたい。ちょっと食べてみてください。あ、わかりました。ちょっと。うん。じゃあいただきます。こんな感じです。いやー、ほら、ボリボリって音聞こえますか？ボリボリ。あ、美味しいですね。うん。甘くて。普通になんか甘いんだけど、うん、なんとかなんかコーヒーとか、うん、紅茶をなんかこう飲みながらこうちょっとこうひとつまみするのにいいですね、うんうんうん、いいかもしれないです。なんかちょっと勉強してる時とか、うん、ほらみんないいじゃないですか。スペースアカデミーの勉強しながらいやちょっとな、脳が疲れてきたぞ、甘いの欲しいな、これ最適ですよ。でコーヒーなんでね、普通に美味しいね、うん、うんうん、美味しいですよ。いやってことは、これまだ他にもこう種類があるわけじゃないですか、はいはい、まあこれ第1弾ですけど、第2弾、第3弾でちょっとなんかやりましょうか。うん、やりたい。ちょっとどうですか、あの編集長 VS キャスターで、はい、ちょっとこれはちょっと、はい、あの今後もいろいろこう試しながら、今回はね、うん、こうイチゴアイスにこうなぜかロケットがこう写ってる写真で始まってますけど、はい、まあ第2弾、第3弾もね、うん、今後もちょっと
やって、あの引き続きやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ見てくださいね、はい、見てください。お願いします。どっちが先に美味しいのを見つけられるかっていう勝負ですね。そういう戦いですね、まあ、戦いですよ、はい、頑張ります。バーサス、はい、お願いします。はい、お願いします。皆さん、こんにちは。今日は宇宙食を食べてみようという企画なんですけど、なんと前回のいちごアイスが大好評だったということで、やっぱりですよ。なんとシリーズ化決定しました。おめでとうございます、はい、おめでとうございますそう、なのでおめでたいということで、お赤飯。やっぱ宇宙で食べるおめでたいか、やっぱ赤飯だよね。赤飯ですよ、ね、まあ地球にでも赤飯ですよね。そうね、宇宙でも赤飯食べたいもん。そう、食べたい。おめでたいからそうね。ということで、赤飯を試そうと思うんですけど、まだこれ何も食べれる状態ではないんですよ。で、お湯を入れて待つ、お水を入れて待つっていう時間が必要なので、ちょっとその間待たないといけないんですけど。そうね、何して待ちますか。お腹減らしといた方がいいから。トークダンスとかじゃなくてトーク。あ、そうだ、ちょっとなんかランニングとかウォーキングでもしてみましょうか。しときますか、15分ぐらい。そうね、そうしましょう、はい、じゃあそれで待ちますね、うん、はい、皆さんどんなのが出来上がるかちょっと想像しといてくださいね。はい、はい、じゃあそれでは行ってきます。作ってきます。はい、皆さんお待ちかねのお赤飯出来上がりましたよ、これ。イエーイ。はい、ということで、まずちょっと匂いとかから皆さんにお伝えしようかな。え、おにぎりの形だね。うん、それすごくないですか。三角おにぎり。さっきほら、四角かったのはチョキンって切るとおにぎりになるんですよ。すごい。すごいですね。匂いは？え、お赤飯の匂い。おめでたい匂い。おめでたい。やっぱりおめでたい食べ物なので、おめでたい匂いがします。いつも。これ豆もすごいね、うん、ちゃんと膨らんでる。これみんなにこうちゃんと見せてあげたいんだけど、ちゃんといつも食べてるお赤飯みたいに豆も膨らんでます。膨らんでるね、うん、そして米もいつもの大きさになってる。食べていいですか。いい、いただきます。え、ねえ、ふかふかしてるよ。ふかふか。お餅、おいしそう。いただきます。どう、うん、なんか目が輝いてるよ。すごいキラキラしてる目が。これは想像以上、うん、なんかなんて言うんだろう、やっぱりこのお水とかお湯でこう戻すから、あんまりいつもの米っぽくないのかなってちょっと思ってたんですよ。勝手にですよ、勝手にですけど、うん、思ってたんだけど、米も普通に柔らかいし、なんかもちもちしてて、いつもの赤飯って感じだし、美味しい。僕も食べて。え、美味しい、うん、食べてください。じゃあこれ食べます。うん、ねえ、これあれだね、ご飯的にはすごい美味しくて、本当はちょっと今回用意しなかった、ごま塩。あ、だからちょっと塩味足りないでしょ。いや、確かにね。だからもうちょいなんかスパイスが、そうスパイスでごま塩を宇宙に持ってくるのあれだけど、やると本当もう普通の美味しい赤飯で味もぴったり、うん、間違いない。でもはい、どうはい、いいですか。手まで上げちゃってる。お赤飯をごま塩で食べるのはもちろん王道で美味しいんですけど、うん、私いつも違うもので食べるんですよ。それはそういう人聞いたことないんだけど。え、いや、冗談なんですよ。冗談ですよ。お赤飯といえば丸々ですよ。丸々ですよ。ちょっと想像してもらっていいですか。味噌。味噌。あー、でも味噌も美味しそう。味噌も美味しそう。もう近い。丸々。うん、丸々。漢字で2文字。漢字で2文字。美味しい美味しい。よく使う調味料です。皆さん家にも 100% あります。もう 200% ある。あれですよ、お寿司とかをこうつけるやつですよ。つけて醤油。そう。ああ、醤油も合うかもしれない。お赤飯を醤油で食べる人なんです私。なのでこれにも醤油かけたい。醤油ってでもいつも醤油つけてる。そう。塩の代わりに醤油。うん。塩の代わりに醤油ですね。なんかいつもおばあちゃんがこうおめでたい日に
お赤飯炊いてくれるんですね、うんうんうん、で徒歩5分の距離なんですけど、こう届けてくれるわけですよ。でそのお赤飯のこう重箱にはごまだけかかってて、うん、私が醤油で食べるのみんな知ってるんで塩がかかってこない状態で届くわけですよ。でそれを取って醤油をかけて食べます。もうあれ海外住めないですよ海外醤油ないんですよ。海外醤油はあんまりないですよ、高いし。へー、そうだからもうなかなかダメか。そうジャパニーズガールですよやっぱね、ニューヨークにはジャパニーズ、そうそうそう、それでいやいいですわ、貫き通していただければ。美味しい、普通に美味しい。しかもあの皆さん知ってます、お赤飯の日っていうのもあるんですよ。あ、そうなんですか。この365日の中で11月の23日がお赤飯の日って言われてるみたいです。なんでなのかはちょっとわからないですけどそうそう、たまにスーパーとかだと、うん、なんかお赤飯が一斉に売り出してるんだよね。あ、多分そういった子供の日みたいな、そうそうそう、ひな祭りみたいな感じで。あー、そうかも、多分そうかもしれない。いやでも普通にあの美味しかったです。美味しかったね。うん、これあのコンビニとかでこれが1個混ざってても多分気づかないですよね。あ、気づかないね、うん、気づかないってぐらい美味しいお赤飯でした。はい、まあ、今度僕も醤油つけて食べて、ちょっと食べてくださいっていうか、なんか見てる皆さんあの批判してください、批評してください。いや、そういえばあの田中キャスター醤油って言ってたなって、一口でいいんでちょっと試してもらっていいですか。マジで美味しいんで。はい、インターネットに出てね、田中キャスター醤油で嫌だそんな検索ワード。検索が出たら面白い。嫌だよ、そんな恥ずかしいわあのということで、あの美味しいお赤飯ごちそうさまでした、はい、なのでまたこれシリーズ化していくんで、次の食べ物を楽しみに待っててください。それでは皆さん、また。皆さんこんにちは。今日はおにぎりです。酒味のおにぎりですよ。いやー楽しみでもちなみに今あのふりかけみたいな音がしてる、まだ乾燥したお米ですね。ほら、これどうなっちゃうんだろうね。でもお米にどうやって作るのそれ。開けてお湯です。お湯入れるんだ。うん、お湯入れて15分待つか、水入れたら1時間待つんですって。これお腹減ってる時に水入れたらさ、1時間グーってなって待ってるってことだね。グーってなっちゃうね。じゃあそれは待てないな。子供は待てないね。待てないですね。で、愛も多分子供なので待てないかもしれないからお湯でチャレンジしたいと思います。まあレディーですよ。レディーいいかな、はい、いっか。じゃあお湯入れて出来上がりを待ちます。はい、皆さんお待ちかねのおにぎり出来上がりました。これは鮭だよね、うん、鮭味。鮭味、うん、鮭味の、ちょ待って、今ふわって香ったよ。香った。匂いがすごい、いい匂い。本当になんか手作り鮭、うん、お母さんが握ったおにぎりって感じ。おにぎり、あ、そうかもしれないはい、ということで早速食べてみたいと思います。食べていいですか。どうぞ。いただきます。お、お、ご飯もなんか、なんかもち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 、ね、ありがとうございます。どう、優しい味いや、なんかあのまあいいのかな、食の、僕も食べます。優しい味がする。うん、優しい味。ほらあのね、優しい味がします。これちょっとね、あの思ったんだけど、うん、あの前回の、はい、あの赤飯があったじゃない。ああ、ありました。で、あの時確かね、塩つけたりとか、うんうん、ごま塩とか、あと醤油つけたりってあったじゃない、はい、でこの鮭も、はい、ちょっとやっぱその薄味なのね。そうですね。だからなんかこう、うんうん、ご飯的にもものすごい美味しいし、うんうん、あの鮭も美味しいんだけど、はい、ちょっとなんか塩とか、そう、なんか醤油とか、醤油とか、そう、醤油大好きみたいなね。つけるとさらに美味しいから、ね、美味しいかも。そうで、あとはあの年齢が例えば子供でも、うん、あのお年寄りでも味をなんか皆さんが、うん、誰が食べてもなんか美味しく作ってるのかもね。だからあんまり間違いない、味を強くしてないっていうのかな。そうかもしれない、うん、なんかあの皆さん知ってます、宇宙でこうあの食べるお米って、宇宙にはもちろん炊飯器は持っていけないじゃないですか、うん、だし電子レンジも冷蔵庫もまあないわけですよ。なのでこうやってあの15分とか、お湯で15分、お水で60分、こう時間をかけて戻していくって形で食べるみたいで、
アルファ米って言うんですって、なんかそのお米が。でそれを使ってなんかこういう風に作ってるみたい。宇宙だと。でもあれですよね、食べてるこのお米の感触とか食感とか、なんかいつも食べてるお米って感じ。そうだね、なんか前回の赤飯はやっぱ お餅、ああもち米って感じかも。今回はご飯ともち米の間ぐらい、うん、なんかもちってしてるけど、そうだね、もちもちすぎない、すぎないって感じだね、うん、で鮭が入ってて美味しい感じのおにぎり、ね、優しい味だったよ、とにかく。キャスターこれまた醤油つけて食べて。そうそう、醤油あとなんか醤油にプラスして、私めんつゆもすごい好きで、めんつゆも美味しそう。めんつゆと鮭ご飯ですか。うん、美味しそうじゃないですか。あ、じゃあうどんに入れちゃったらいいんじゃないですか。これは雑炊じゃないですか、それは。これ卵も入れなきゃですよ。あ、そう、そう、失礼しました。でもなんか宇宙で食べてるご飯をこうなんか食べてみると、なんか宇宙講師の方たちが食べてる気持ちとかがなんかわかるっていうか。あ、そうだね、うん、なんかこれは写真はあれだけどね、うん、確かにそうだね、なんかね、全然なんか地球でも宇宙で食べてるもののすごく近いものを食べれるってなんか嬉しいですね。うん、そうね、うん、なんかイメージがね、うん、だから本当宇宙のおにぎりって感じなの。宇宙おにぎりっていうところで、うん、まあ、たまに食べて、はい、なんかあの宇宙のなんか映画でも見て、皆さんそれいいと思う。モンスターウォーズね、そうそうそう、見ながらこう、そうちょっと食べて、そうこうなんか宇宙の世界に行けるかもしれない、はい、すごくいいと思います。ということで、あの美味しいおにぎりを食べました。皆さんもあの赤飯とおにぎり、この鮭味と、あとなんか白米もあるんですよね。あ、白米もあるの。白米もあるみたいなので、うん、ぜひ試してみてください。それではじゃあ次回もまた楽しみにしててもらって、ね、はい、今回はこの辺で。それではまた。皆さんこんにちは。今日はですね、宇宙のパンを食べてみたいと思います。ちなみにこれミルク味みたいなんですよ。パンのミルク味、うまそう、うまそうですね。美味しそう、美味しそうですね。そうですね、あのお食事パンとジャムつけるのどっち好きですか。はい、ジャムつけるパン。あ、ジャムつけるのが好きですか。うん、ジャムつけるパン。今日は何にもないよ。美味しいかな。ちょっと美味しいですよ。でも食パンとかをあのそのまま食べるんですよ、私。あ、そう。普段。あ、じゃあこれも同じでいけるね。うん、絶対好きな味だわ。でまだ食べてないんですけど。どうぞ。いきますよ。開けちゃいます。お。これね、缶開けるのちょっと苦手なんですよ。と言いつつ、お、今日上手。上手に。うんうん。これ下手くそ。男性にあるべきだったね。いやいや、すいません。ちょっと開けちゃいました。じゃあどうぞ。あのこれを取って、なんかさっき説明読んだら、うん、これなんかこれごと引き出してって書いてあったんですよ。行きます。行きますよ。なんか焼きたてパンみたいね、なんか紙に包んで、うん、すごい、これなんかマフィンみたい、マフィン。いつも通りガブついちゃってください。え、いいんですか。いいの。いつも通り。いや、そんな、いや、冗談です、冗談。嬉しいな。冗談ですよ、冗談。そのタンタキャさんガブついちゃう、もう。あ、え、待って、めっちゃいい匂いする。え、ほら、あ、なんかでも普通の焼きたてパンだよね、うん、なんか香りがすごいいいね。いい匂いがします。まあ、あの画面上なんで匂いはちょっとお届けできないんで、想像してもらっていいですか。それかちょっとパン嗅いでもらって、そんな匂いです。いい匂いよ。これを剥がして食べてって書いてあったね。ねえ、もう美味しそう。美味しそうだね。美味しそう。でもなんかこの中に柔らかいパンが入っているという想像が私には全然できなくて、これ全部剥がしちゃいます。あ、任せます。思う存分食べてください。ちょっとあの思う存分持つ部分だけ。なんか食べたそうなんで。いや、冗談ですよ、冗談。もう匂いが美味しそうすぎてお腹鳴っちゃいそう。本当美味しそうだね。うん、本当食べてみちゃいます。どうぞ。じゃあちょっといただきます。え、紙ちょっと待って、これこの前のさ、あの袋の中に袋張りに紙が出てた。あ、紙なんだ。あ、ほら、これ紙。ちょっとじゃあこう入れちゃっていいですか。紙は紙っぽい。ということで気を取り直して。え、ねえ、ふかふかよ、ふかふか。いただきます。うん、食のレポーターみたいな。これは普通に
美味しい。美味しい。うん。なんかあの食パンの中の部分を食べてるみたい。へえ。ってことで、あの編集長にも食べてもらおうかと思います。美味しい。ふかふか。ね。なんか。わかります？なんかあの食パンの柔らかい感じ。そうだね。なんだよこれ。なんかミルクでバニラとか、ああそうそうかも。なんかね、なんか時々、うん、あごめんなさい食べたの、あのなんかスーパーとかどっかお店で、うん、すっごい高い食パンって売ってるじゃん、うんうん、1本なんか何百円とか、 なんか1000円ぐらい、うん、それ近くない？なんか割とふわふわだし、うんうんうん、味もなんか上品で、まあ、多分これもすごい高いと思うけどね。でしょうね。宇宙パンだから。そうそう。いやでもなんかその先日パンを焼いたんですよ。したらその発酵とかの過程がすごい結構大変で、まあ、すごいね、なんか料理家クッキング。いやなんかあれですよ。なんか目指してるの？いえ妹がそういうのがすっごい得意で、そうなんだ。でそれのまあ助手をしてた、まあ、今パン焼いた自分でみたいな言い方したけど、まあ、助手をしたんですよ。助手、はい、助手をして発酵とかのその過程とか。妹さんのができるってことね。あ、そう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 。余計なことをちょっと言いました。妹マジで上手で、上手なんだ。パン焼いたりお菓子作ったりっていうのが上手なんで、その過程を見てたんですけど、そういうのをしてこの中に柔らかいまま詰めたってこと？どういうこと？なんか特殊な技術がやっぱあるんだろうね。なんか構造が気になりますねこれ。あでもすごい、なんかスペースシャトルでも使用された食品ですとか言った。皆さん食べた方がいいよこれ。そう、宇宙飛行士も食べてるってことだ ね。写真が宇宙飛行士だもんね。うわー、そうか。なんか夢がありますね。うん、食べた方がいいと思います。そうで、あと長期保存できるから。あ、これ災害対策でいい ね。いいですね。なんかほら、乾パンとか、私ちっちゃい頃なぜか乾パンすごい好きで、あの、氷砂糖とこう一緒に入ってるやつ。なんか大変な時生まれた人みたいな。いや、あの普通の時代に生まれたはずなんですけど、はい、すっごいそれをおやつとかいう気分で食べてたんですね。だからその乾パンだとやっぱパサパサしててとかいろいろあるじゃないですか。あのなんかみんな食べやすいわけではないと思うので、うん、これも一緒に置いておくっていうのも一個の手ですよね。あ、そうだね、うん、これも。置いとくだけで宇宙行った気分になるね。なるかも。ちょっとオブジェだけど、ね、なんかそう、美味しい、本当に美味しい、美味しい、うん、もう全部食べちゃってました。本当に食べていいですか？いいです、本当に。やった。ということで今日はこう、うん、これはすごい評価できる。うんうんうん。田中キャスター的に。非常にいい。非常に美味しい。非常に美味しい。はい。そしてあの多分こっちでなんか食べてるパンと向こうで食べてるパンって違うのって思う人って結構いると思うんですけど、うん、同じような感じですよね。なんか食感が似てる。ね、てか、うん、こっちに近い。高級パン。そう。高級パン近い。なので食べてください。パン好きの方とか好きそう。普通になんか食べたらいいと思うね。じゃあまたあの皆さんぜひねこれ買っていただいて、うん、ご購入してみてください。そしてあの食べた感想を教えてください。そうですね、はい。ということで今日の試食コーナーは、はい、宇宙パン、宇宙のパンミルク味、はい、宇宙のパンミルク味でした。すっごい美味しいパンでしたっていう感想です。はい、どうですか？じゃあいつも通り、また、あの次回あるのか分かりません。次回ある。いや、あるんですよ。あのこれシリーズで、今このパンの後は何が来るかな、何が来るかなって感じで結構続いていくんで、ね、はい、じゃあ楽しみだね。お楽しみにしてていただきましょう。はい、それでは皆さんまた。はい、皆さんこんにちは。今日はこのお好み焼き、お好み焼き食べてみたいと思います。お好み焼きですよ。お好み焼きってあのいつもこう鉄板で食べるやつですよね。そうね。あれ、ここに入っちゃった。入っちゃったし、鉄板とか、あれないんですか？鉄板がこれなんだ。そう、あっちあっち。いやちょっとあの想像を超えてきますね、やっぱり宇宙食。まあ鉄板の色してるもんねこれ。まあね、あ宇宙だから。じゃあもう宇宙いいかな。とりあえずちょうどいいかもしれない。焼いてもらってるみたいなのでこの中でね、食べてみちゃいます。開けてください。開けちゃいますよ皆さん。いきます。お好み焼き開けます。んこれいつも開けるの苦手。おっ、待って、今回はちょっと上手だね。上手、え上手、うん、あの出していいですか？これいい感じよ。いい感じ。何個入ってる？2個入ってます。あ、2個。2
2個出していいですか。あ、どうぞ。はい、なんとこの袋の中からお好み焼きが2個出てきました。焼きのなんか色が違うね。違うね、焼き加減がちょっと違うんじゃねーの。違うねって思いますが、あ、匂いは、匂いはあ、お好み焼きのなんか お菓子みたいな確かになんかあるよ、ね、お好み焼きのお菓子ってなんかあの馴染みがある、馴染みがちっちゃい時によく食べてたお菓子みたいな。いい匂い、いい匂いですということで、あの お好きな好みの色を食べてください、ね、ちょっとあの食べやすい方がいい、食べやすい方がいい。ちょっと待って、想像できなすぎる。いただきます。硬い。うん。食べたい。あの、先に食べてのがいいですか。先に喋っちゃっていいですか。喋っちゃっていい。あの、普段のお好み焼きを食べてるのを想像しながら食べるとめっちゃ硬いんですよ。なんかザクって感じなんですけど、食べてじゅわって広がってくるのが生姜生姜なんかあの一番のこう大事なところだから生姜なんかあの生姜が入ってきました。でなんかキャベツとかこうなんか断面とか見てみるといっぱい入ってるんですよ、具は。なので、うん、味はすごくお好み焼きに近い。お好み焼きに近い。ちょっと食べてもらって。いや、あ、こっちまで色一緒だ。あ、一緒だった。焼き加減一緒。うん、うん、ねえ、ほら、あ、聞こえます？ジョンジョン、ほらほらほら、これお菓子、お菓子みたいな。うん、これはあれだね、なんかのお好み焼きとかあと、はい、なんか おせんべいとか含めてもものすごくパサパサしてるね、うん、乾燥してるっていうのでも、はい、アジアお好み焼きせんべいそのまんまやないかーい見た目超まんまそう、お好み焼きせんべいって感じ。あれなんですよね、あのなんていうの、フリーズドライ、うんうん、だから そう、すごい乾燥はしてるけどなんかお酒にも合いそう。あ、お酒飲む方とかおつまみにもなりそう。キャスター大好き、お酒ちょっと好きなんですよこのなんか見た目でお酒飲めんのかってよく聞かれるんですけど、もう25なんでお酒飲めて、お酒好きなんでちょっとつまみにいいかも。つまみにこれ日本酒とか合いそう売り込みたらちょっとあのバーとかね、あのこれ買ってもらえませんか、美味しいですよ、あのこのお好み焼き宇宙食とかいかがですかって。そう、ね、買ってくれる人いるかな。いるよね、だって美味しいもん。いや、味は本当になんかお好み焼きですよね、うん、でも食感があのお好み焼きとなんか正反対な感じ。あれ柔らかくて噛みやすくて食べやすいみたいな、ね、であったかいみたいな。あ、まあ、まずあったかくなくてちょっとザクって感じがして、でもなんかこれはこれでお菓子みたいで美味しいです、ね、あれだね、やっぱこう宇宙行くと、うん、あのやっぱこう懐かしくなるんだね、やっぱ長くいると、ね、確かにそうかも。で僕もやっぱね海外にちょっと行った時に、うん、あのタラッキャさん大好きな醤油をやっぱり、ね、食べたくなんかねつけて食べたくなるっていうのがやっぱあったんですよ。あんまり海外多くはないんだよね。あ、多分そういうのと同じ調味料でソースとか、うん、あ、やっぱり、ね、恋しくなるんじゃないの。するんですかね。硬いけどねあったかくないけどね。でもあのあれですよ、皆さん今醤油って思った方はあの前に戻ってください前に戻って最初から見てくれるとそうね、なんでそうこの醤油っていうワードが出てくるのかが分かる。なんかしつこく僕が突っ込んでそう分かってくれますよね。そうあのぜひ見てください、はい、そしてあの今日のお好み焼きはまたまたこれはこれで美味しいです。美味しいかもしれない ね、うん、はい、はい、ということで、はい、今日はお好み焼きを食べてみました。じゃあ皆さん次回はまた何を食べるのかっていうのも含めて楽しみにしててください。それではまた。はい、皆さん今回はこのエビピラフに挑戦します。というかエビピラフを食べるんですけど、これ想像できますよ。だってなんだろう、カチャンってやってる、うん、音はふりかけみたいこれよく使うな、このふりかけみたい、ふりかけみたいなんですけど、ピラフっていつも美味しい状態で食べるためにはあったかくないといけないと思うんですよ。あ、そうね。でもこれあったかくない、ない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 ですね。
どんな味なのか試してみたいと思います。食べちゃいます。どうぞ。食べちゃいますか。開けちゃいます。開けちゃいますよ。よし。え、どうなっ、なんかちょっと日に日に開けるのうまくなってません？そして、エビがいます。これ出しちゃう、出しちゃう、出して出して、いきますよ、いきます。あ、見て見て、お米が出てきたんですけど、あの普通のサイズ感なんで、ちょっと一回だけもらえるか、食べてみます。待って、匂いがめっちゃエビピラフ。え、匂いが、これなんかあの見た感じ冷凍のエビピラフみたいな。あ、近いかも。そう、冷たくないけど見た感じや、冷凍エビピラフ。うん、見た目は冷凍エビピラフ。そうそうそう。味は試します。エビ食べてください。エビ、エビ、そうしようか。いきます。いただきます。いや、でもこんなご飯食べたことないね。どう、なんかエビピラフ。もうこれで今日コーナー終わりだね。これもちょっとあの食べてほしい。食べて、じゃあ僕もエビを探して、うんうんうん、あ、エビピラフ、うん、いただきます。感想、ご期待。こう、あ、初めてかね、これ。なんかあんまり、うん、なんだろう、これほんとエビピラフを乾燥しちゃった。そう、あの、なんとも言えない、ね、そうなの。なんか、いつもあったかいはずのエビピラフがあったかくない状態で硬くなって出てきたみたいな。でもなんか美味しいね。これはこれでせんべい感が、せんべい感でなんか、うん、なんか後から味がエビピラフの味がしてくるね。後味いいですね。後味がいいね。なんか、うん、これ今このまま食べてるじゃないですか。これお湯とかしたらどうなっちゃうんだろう。あ、それはそれでいいのかな。なんかあの宇宙食ってお湯とかお水で戻すっていうのをよく聞くんで、まあこの状態が完成形なんですけど、これちょっとお湯とかでなんかふやかしても、ね、あ、でもそうだね、あのお水拭く、お水とかお湯をなんか、うんうんうん、なんか付け加えた方がご飯っぽくなるね。ね、っぽいですね、うん、あの確かにそう、ご飯っぽい、ご飯っぽい感じがない。ただ、うん、宇宙にお水持ってくのってすっごい高いじゃない。確かに。だからその経費節減でいいんじゃない。ああ、こういうお米の食べ方も。そうそう、確かにあるよっていう、ありますよね。そう、あの何個か前戻っていただくとおにぎりを食べたっていうレポートをしてるんですけど、それはお湯とお水で戻して、ね、そうね、食べたんですね。でそれはやっぱりあのお米、普段食べてるお米にすごい近い感じだったんですけど、これはどちらかというとお菓子寄りのエビピラフ味。そうだね、お菓子寄りお菓子寄りですよね。うん、そうって感じで、これこれでまあ美味しいです。味はすごい。宇宙で余力があったらお水かけちゃうよね。お水かけてた、確かにお水が余ってたら、余ってたらじゃあちょっとたらーってそう、それもありですね、うん、美味しいかも、うん、でもなんかあれですね、ちゃんとエビが入ってて、エビもなんかね小指ぐらいのサイズのエビ入ってるし、ね、あと人参と何が入ってるんだ、インゲンとピーマンって感じで、野菜も入ってる、ね、うん、お野菜、玉ねぎも入ってます。なので栄養もしっかり考えられてるのかな。あ、そうか、うん、そういうのもあるのかもしれない。ということで今回のエビピラフ、これはこれで美味しい。美味しい。で、なんか最終的に全部美味しいに繋がるかもしれないけど、マジで美味しいんで、ちょっとあの、あったかくないエビピラフ、ね、乾燥のエビピラフ、食べてみたいなって方は、ぜひ食べてみてください。ということで、どうでしょう。いいですか。そうですね。大丈夫だと思います。はい。じゃあ、エビとバターの、あの、匂い、風味が噛むほどに広がるっていう、こう、キャッチコピーがあるぐらい、本当にジュワーって広がるんで、皆さん食べてみてはいかがでしょうか。それではまた次回、別のものを食べてレポートをするのでお楽しみにお待ちください。バイバイ。はい、皆さんこんにちは。今日はチキンライスを食べてみたいと思います。ね、チキンライス美味しそう。美味しそうね。チキンライスといえば、あのあれですよね、オムライスの中に入ってるご飯。そうかそうか、トマト味のご飯です。はい、じゃあ早速
開けちゃって。卵用意した。卵？ああ卵はない。チキンライスだった。チキンライスだった。ああそうだった、オムライスだったね。すごいピッピッオムって書かないといけなかった。そうそうということで、はい、チキンライス食べていきたいと思います。開けます。あ、やばい、ちょっと待って。え、おう、どう、どんな感じ。あの、見た目はまんま。あ、ほんとだ。そして、あの、いつものこの感じ、乾燥した感じのお米が入ってます。出しますよ。おお。あ、あ、え、ね、ちゃんと鶏肉も入ってる。面白いね、やっぱ面白い。前回ね、ちょっと、うん、あのエビピラフやったけど、今回またこれはこれで、はい、グリーンピース巻いて、バージョン違いです。どうぞ。早速、食べちゃいますよ。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。うんうんうん、うん、そう、おいしい。あれです、うん、すごいトマト感がちゃんと伝わってくるし、あのちゃんと具も入ってて、本当に何だろう、あのあったかくないのが不思議なだけで、あとはなんかた普通にいつも食べてるチキンライス。なんかあの、ね、ケチャップがなんかね、風味が出てていいね。うん、美味しい。これは僕もあんまり普段チキンライス食べる、いや食べないなんか久々になんかチキンライス食べたなって感じが、うんうん、その宇宙食で、宇宙食で宇宙食のチキンライス食べたなって感じが、いやこれはいいかもしれない。なんかいいね、ケチャップがね、美味、うん、しい。で、なんかその想像できる感じっていうか、いやなんか味は想像できるけど、やっぱ食感は慣れない。なんか、うん、ザクザクって感じは慣れないけど、うん、でもなんかやっぱ宇宙だとね、そんな、うん、あの食感がとかよりもやっぱ栄養価とか、まあね、そういうのも気にしないといけないし、長期滞在なんで、このまあいろんなものとバランスよくね、そうそうそう、保存できることも大事だし。え、でもこれはいいかも。なんかそのグリーンピース、なんかでも前回のエビピラフとなんか交互にチキンライスを、うん、こうなんかあの食べるっていうのも一つあるよね。え、美味しいかも。あの、うん、なんかエビピラフばっかりだと飽きちゃうからね。確かに確かに、うん、でなんかこのチキンライス、今グリーンピースだけ食べてみたんですけど、グリーンピースもちゃんとグリーンピース、そう、グリーンピースもグリーンピース、あのこの鶏肉もなんか、うん、あの食感残ってるよね、あ、食べるとね、うんうん、やっぱなんかちゃんと具もここに書いてあるんですけど、鶏肉、トマトケチャップ、野菜では玉ねぎとグリーンピースが入ってます、うん、ということで、多分あの地上っていうか地球で作ってるのと材料は大体似てるのかな。なので味がすごくいつも食べてるチキンライスに近い感じの、ね、はい、今回はそんな感じの食レポでした。食レポでした、はい、ということで、あの次回またなんかこのご飯シリーズからちょっと違うところにね、行きますよね。え、行かない？まだこのご飯続いたら次何ライスが出てくるの？もう行くとこまで行っちゃった。そうそう、行っちゃったから、ちょっとなんか別パターンの、別パターンで行きたいってことね。そう、キャスターとしてそう、私の希望です、はい、ということで、あの皆さん次回は何が来るかと予想しながらお待ちください。ということで、また次回楽しみにしててもらって、さようなら。はい、皆さんこんにちは。今日はこの宇宙食のたこ焼きを、たこ焼き、はい、食べてみたいと思います。でもたこ焼きってあのお家でこう食べたりとか、普通にお店で買ったりとかすると思うんですけど、まあもちろん熱々でハチハチハチってなりながら食べるじゃないですか。でもこれは熱くないので、どういうのが出てくるのか、そうちょっと想像わかんない、想像できない。うん、どうぞ。開けていい？開けて、開けて、見てください。じゃあ開けてみます。え、うわ、すごい、ちょっと、うん、え、お、たこ焼き、お、たこ焼きが入ってます。ほんと、結構ゴロッと、うん、うん、もう、あ、はい、たこ焼き、ほんとにたこ焼きの大きさだね。はい、いや、
なんかまんまるい感じのザクッと、ザクッとしてんのかな、形がなんかちょっと違うのかな。あ、いいかもいいかもいいかも、どうぞ、キャスター、いただきます。これちょっと一口でいってもいいかな、どういいですか、これ食べれますか、一口で、やっぱ半分にしとこう。あ、食べて食べて、もうガブついてください。本当ですか。じゃあちょっとあのお言葉に甘えていきます。うん、大きすぎた。うん、ここに戻してもいいですか。冗談です。ちょっと、あの言葉にならないそうです。僕は半分だけいただきます。乾燥したドライなんかタコっていうか、そう、なんかそんな感じなんだよ。あの本当にちゃんとしっかりたこ焼きってこの間にタコ1個入れるじゃないですか、うん、入ってるんですよ、ちゃんと乾燥したタコ。そうだね、うん、で味もめっちゃたこ焼き食べてる感じで、もなんかこれ調子乗って1個入れると、あ、うんうんうん、いやなんて全然噛めない。本当だ、本当にタコ入ってる。うん、ね、でもなんか生姜の味もしっかりするし、なんかあの生地の味もいつも馴染みのあるあのたこ焼きの味だし、ただすごいザクッザクッって感じなので、うん、あのなんだろうな、おやつですね。これでも一番人気あると思う。そう、あの宇宙食、皆さん調べたことある方は分かると思うんですけど、宇宙食のナンバーワン人気なんですよ。でこのたこ焼きがナンバーワンで、多分それを元にしてナンバーツー、ナンバースリーとこう多分順位がついてるんですけど、なんせ1位。なんか宇宙食ってのみんなたこ焼き好きなだけなんじゃないか。そういうこと。あ、だってこれあれですよ、あのお家でたこパとかね。そう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 するぐらい、やっぱあの若い子から結構あの幅広く好き、幅広く、ね、うん、家族でやったりとかね、好きなものだからいいのかも。え、でもなんかこれはちょっとなんて言うんだろう、あったかいたこ焼きをそのまま乾燥させた、乾燥させた味なので、あの元のたこ焼きにこれソースとかマヨネーズとかおかかとかかけて置いといたら気づかないかもしれない。でもなんか見た感じ、これあのたこ焼きで、たこ焼きだよって言ったら、うん、ね、うん、普通になんかわかんないよね。そう、食べると、あ、宇宙食なんだったら見た感じね、たこ焼きだもんね。全然わかんない、うん、なんか見た目もそっくりなんで、例えばですけど、あのタコパやってる中に1個混ざって置いたら、ね、わかんない。今度やったらどう？え、ほんと？女子会で女子会で、これ4個入ってるんで、そう、なんか罰ゲームで食べちゃったら罰ゲームみたいな。美味しい、あったほかほかってやってるのに、そうそうそう、一人ガリッ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 って、あ、どうしたの？当たったって、こういうのも面白い、全然面白いかも。宇宙食で遊ぼう、遊ぼう、そう、で、あの当たったらむしろそれ正解ですもんね。そうそう、そう、一番罰ゲームか、なんか優勝かどっちかそんな感じ。いやでも美味しいんで、味は間違いない、食感も、まあ、宇宙で食べることを考えると、まあ正解ですしね、まあ、そうかもしれない、すごいいい。ということで、あの今回試したこのたこ焼き、宇宙食一番人気は美味しいたこ焼きです。美味しいたこ焼き、うんうん、ということで、また次回が楽しみですね。皆さんあれですよ、次何食べるかな、次何食べるかなって想像しながらお待ちくださいということで、今回もいただきました、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それではまた。皆さんこんにちは、今日はエビグラタンを食べてみようと思います。エビグラタンですよ、想像できます、グラタンを、うん、あったかい、おっと、おこれ、いやもちろんですけど、これは あれですよ、まあったかくないけど、間違えました。でもマカロニが入ってるんですよ、マカロニ。もう想像できないですね、なんかエビとかチーズとか、まあ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 想像できるじゃないですか、うんうんうん、でもなんかマカロニ、マカロニって確かに宇宙食で初めてだね。ねえ、ちょっと食べたことないのでちょっと楽しみです。楽しみ、はい、開けちゃいますよ、どうぞ。えい、いきます。
さあ、どんなのが出てくるかな。あ、え、ねえ待って、グラタンの容器に入ってる。結構大きいね、なんか見てると、うん、うわこれあれですよ、ちょっと待って、ちょっとあの、馴染みのある、あすごい、なんか見たことある、そう、見たことある、グラタン、この袋の中に2個入ってる。お弁当で、なんかお母さんが作ってくれた、ね、作ってくれた、そうすごい、そういうなんか見た目のグラタンで、匂いもすごい、エビなんか、アイリーママが作りましたみたいな感じ。ママちょっと早いかな、ごちそうさまですっていう感じって感じです。はい、いただきますって、お弁当に入ってそうなエビグラタン食べてみちゃいます。これどうやって食べる、どうやって食べようか。あ、あ、いいじゃないですか。え、すごい、見て、ちゃんと海苔とかもかかってる。あ、本当だね。いただきます。歯ごたえがなんかいい感じやね。どうこれ、あのサクって感じ。サク、うん、で、クリームがクリームジュワーって広がって美味しい。ちょっと、あ、じゃあ僕も、あの、うん、なんかちょっと今までと違う。違う、うん、エビをめがけて、うんうんうん、エビちょっとあれ食べれてないので。美味しいですね、これも、うん、サクサク、うん、さ、ザンザンってこう、ザクザクじゃなくてサクサクって感じの食感。なんかあの今まで食べてきた中でも、うん、はい、なんか一番地上のものに近くない。あ、なんかクリーミーだし、そうそう、クリーミーね、うん、味付けとか、うん、確かになんか薄すぎず濃すぎず、そうだね、なんかいつも食べてるちょうどいい、いい感じ、味の、うん、感じがする、うん、確かに、なんかあの美味しいね、美味しい。で、これちなみにですけど、例えば今これがっつり乾燥してる状態じゃないですか、うん、水とかでふやかしたらもう本当にあのお弁当のグラタンになるんではないかって今ちょっと一瞬思ったんですけど。ああ、そうかもしれない、ね、ちょっとね、こうたらたら、本当にでもたらーってぐらいで、うん、そう、でも戻りそう、ね、そう、なんかあのザクっていうなんかちょっと硬い感じじゃなくて、サクの柔らかい感じなので、うんうん、そういう感じになるのか。宇宙食でもこれ、うん、あの割と今まで我々がやったのって硬かったじゃない。あ、そうそう、そうなんですよ。柔らかいから、うん、なんかなんかね、子供から、あ、確かに、お年寄りまで、うんうん、美味しく食べれる感じだね。ね、なんかあの離乳食的な、うん、赤ちゃんのそ う,、ね、そういうのにもなんか合うね、合う、うん、そう、近い感じの。水をお湯入れたらさらにで美味しそうですよね。食べますね。それはちょっとあの試してみたいなって思います。なんかね、それはそれで美味しそ う, そう、ね、これもあのいつも説明してる感じで、エビとかマカロニとかチーズ、あとは何が入ってるの、あ、バター、バターとか、バター、玉ねぎ、パセリ入ってます。美味しい、美味しいね、これ美味しい。これちょっとあの子供の弁当とかに入れといてほしい、はい、なんかお母さんとかお母さんなんか朝まあ作るの大変じゃないですか。なのでこうお弁当の中に1個宇宙食を忍ばせとか。じゃあのスペースビズの仕事の時にお母さんに言って、うん、はい、あのキャスターのこうお弁当コーナーにこう入ってるみたいな。本当ですか。じゃあちょっとあの頼んでみたらどうですか。私のママに、そう、ママちょっとこの宇宙食、宇宙食お弁当、そう、お弁当で、いいスペースビズのね、はい、仕事の時はそれ持ってそうそう、忘れないかもね。確かに確かに、いやでもこれは本当に普通に美味しくって、なんかまた食べたいなって思う味付けですね、うんうん、はい、ということで今日はあのエビグラタンを食べてみた。でもあったかいはずのいつも食べてるグラタンがこう乾燥した状態であったかくなく出てきても同じぐらい美味しい、美味しいということが分かりました、うん、美味しかったですね。はい、それではまた次回お楽しみに。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この焼き鳥を食べてみたいと思います。焼き鳥でもこれ缶詰に入ってるので普段食べてるのに近いんですかね。どうなの、なんかちょっとすっごい気になる。なんで早速焼き鳥なら放っていいって知ってる。はあ、 CM で聞いたことない。ホテイ？そうそうそう、ホテイ？そう、そこですね。そういう CM が今もやってると思いますけどね。あんまり僕はテレビ見ないですけど、ね、じゃあどうぞ。あげてみます。余計なお世話だ。いや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 、2つ入ってる、うん、あ、え、まあ焼き鳥、これ柚子胡椒味。柚子胡椒、あ、すごいね。そう、2つだね、うん、こっちはこれか、タレ味。タレ、じゃあこんな感じにしてみて、はい、
開けてみたいと思います。じゃあ気をつけてね、これ、うん、あ、これ缶詰、缶詰、じゃあ僕も開けます。ありがとうございます。あ、これなんか、なんかすごい、おお。これなんかあれだね、そのままっていうか、いけますね、そのまま、ごめんなさい。じゃあ、はい、じゃあお互いまずどういう、行ってみます。柚子胡椒味、これはタレ、タレ味、うん、うん、これほんとそのまま、たまに僕もこれ食べますけど、うん、味同じじゃないかね、これなんか焼き鳥屋さんにいるみたい、ね、あ、うん、柚子胡椒おいしい、おいしいね。ちょっとタレも食べてみます、うん、これ多分あの味宇宙食では変わらないかもしれない、あんまり、うん、どうですか食べた感じ。いや、なんかあのご飯欲しくなりますね。っていうか、あの、いや、これ串に刺さってないですけど、串に刺さってこうやって置いてあったら多分普通に焼き鳥、焼き鳥、うん、で、なんかこれって国内で初めてこう認証された食肉缶詰、缶詰の中で初めて認証されたやつみたいです。あ、そうなんだ、うん、でもタレ味もしっかりタレ味ついてるし、柚子胡椒もあのピリッとした感じで美味しいし、美味しいね、うん、これはすごく地球で食べるご飯に近い。これなんかあの宇宙食じゃなくて普通に売ってても買うし、うん、そう、なんか、うんうん、缶詰だから宇宙食じゃなくてもいいのかもね。なんかあの保存認定はされてるけど、そうそうそう、そうかもしれない。美味しい焼き鳥です。でもなんかいいね、なんか居酒屋とかああいったところでもなんか一品料理としていいし、うん、あと日本酒が好きな、そう、日本酒好きなんですよ。あ、なんで知ってんだろう。あれ、なんでかな。皆さんあの見返してくださいね、ちゃんと。あの以前ちょっと言ってたんですよね。そう、そうなんですよ。日本酒が好きで。多分こういう日本酒とか、はい、お酒にもなんか合いそうですね。合いそうですね。なんかもう本当にザ、おつまみ。おつまみって感じです、ね。おつまみ。で、これもちろんですけど、あの焼き鳥って冷えてても美味しくね、いただけるので、これはあの全然、まあ確かにあったかいに越したことないかもしれないんですけど、あったかい冷たいとか電子レンジとか冷蔵庫あるないとか、ね、あの宇宙ね行った時にそういうのは使えないかもしれないですけど、美味しく食べられる一品ですね。いや、これはちょっとなんかすごくいいじゃないです か、ランチとかに食べたい、食べたい、食べたい。普通に美味しいね。じゃあ、あの全然宇宙食とか関係なくて、関係ない、関係ないね、これは。あのスーパーに普通に並ばってても普通に、ね、手を伸ばしてしまう、うん、そういう感じな、あの美味しい焼き鳥でした。美味しい焼き鳥です。はい、はい、ということで、あの今日はこの2種類入った柚子胡椒味とタレ味が入った焼き鳥を試してみました。これね、JAXA が認証しているものです。まあまた次回、次何食べるかわからないですけど、はい、こんなに地球で食べられるものに近いのがあるんですかね。ね、これ結構今までで、そのままなんだよね。うん、近いから、近いっていうか楽しみ。こんなの食べれたらやっぱ宇宙飛行士なんて喜びますね。え、喜ぶと思う、ね、なんか日本にいるみたいな、そう、そんな感じです、ね、感じで、はい、それでは今日はこの辺で、また次回。はい、皆さんこんにちは。今日はスペースカレー、スペースカレー、カレーを食べてみたいと思います。で、ちなみにこれはあの温めてきたので、もう袋は開けてこちらに準備してます。まあレトルトでね、レトルトのカレーですね。で、ほら、お皿にもう、はい、入れてるんですけど、すごい、もう、もちろん匂いはカレーカレーの匂いが充満してる。もうこのお部屋中に広がってます。カレーの匂いしてます。それでは早速食べていきたいと思います。ハウスが、ハウスが作ってますね。あ、ハウス食品。そうなんだ、コラボ。ハウス食品、そう、馴染みのある。いただきます。え、なんか具もちゃんと入ってる。具も入ってるね、ちゃんと、うん、いただきます。普通のカレーどう？おいしい。スペースカレー、あ、うん、スペースカレーだけどちょっと辛い、ちょっと辛い、辛口なのかな。なんかビーフカレーですね。ビーフカレーなんだけどね、あ、ちょっと辛い。美味しいんだけどちょっと辛い、うん、なんかあの
日本っていうか地上で食べるのとなんか宇宙で食べるのの味の差とかをちょっとね調べてみたら、あの向こうの方が味覚を感じにくいっていうのがあるみたいで、ちょっと濃いめに作られてるのかな、ちょっとピリ辛、ね、ピリ辛と味が濃いめ、ね、はい、味濃いめで作られてます、うん、でも匂いも味もカレーです。カレーだね。カレー美味しい。いやこれ美味しいですね。もうなんか具もねちゃんとしっかり入ってるし、さっきマッシュルーム食べたんですけど、で次お肉食べてみよう。 ご飯があるともっと美味しいのかもね、うん、あー確かに、あの宇宙の白飯、宇宙白飯もあるんですもんね。うん、うん、うん、美味しいね。普通になんか、いやこれ普通にビーフ。でも宇宙でこれボイルってできるのかな。え、でも電子レンジないしお湯、相当なお湯にこう入れとかないと。でも80度なんですよね、宇宙が。宇宙だとボイルしないのかもしれない。あ、このまま？このまま食べるのかもしれない。あ、でもそれでもなんか美味しい気がする。うん。なのですごくいいかもしれない。なんかやっぱりこういう乾燥してるものだけじゃなくってね、普段食べてるものに近いものを食べれるのもすごい嬉しいと思うし。確かね、なんか、うん、そう、あれなんですよ。スパイシーで無重力で食べることを想定して、はい、ウコンとかカルシウムとかを多く含みって書いてあるね。じゃあ栄養価も、栄養価もその味を濃くしんとだけじゃなくて、はい、やっぱりそこをしっかり気を使ってというかね、宇宙飛行士のことを考えて作ってるカレーなんですよ、ね、うん、いやすごいいいですね、それは。なんかやっぱ長期滞在となるとね、こう栄養価のバランスとかもすごい大事だと思うし、すごいそれも考えて作られて、そういうカレーですね。さすがですね、宇宙食ですよ、さすが、ね、いやいいな。ちょっとこれ普通にそこら辺に並ばってでも食べれそうじゃないですかスーパーとかで宇宙食カレーって子供とかなんか大好きになっちゃうかもね。確かに宇宙のカレーなんだってことで。いやでもちゃんとこの写真も買ってたりとかして、ね、宇宙好きにはたまらない一品でございます。はい、ということで今日は宇宙日本食レトルトカレーを食べてみました。美味しくいただきました。はい、それではまた次回もお楽しみに。はい、皆さんこんにちは。今日はですねライスケーキ、お餅を食べてみたいと思います。 お餅、楽しみだね。いや楽しみですね。なんか宇宙食をこう食べるっていうことになってちょっと調べてみたりとかもして、うん、したら、いや一番気になってたんですよこれえ、だってお餅ですよ。お餅、お餅ってあんなに柔らかい食べ物なのにどうやって柔らかくするのって思って。お水じゃない。そういうことか、持ってますよ。そうよね、そうよね。ということでじゃあちょっと早速ね試してみて、ちゃんと皆さんにお伝えしたいと思います。じゃあキャスター系料理家の田中です。そうそうそう、それは前回ねパンを作ったっていう話をしてそうなったんですよねっていうのは戻ってもらってみてください。そうですね、はい、ということで開けます。いや気になるな餅。どんな風になって、なんかすごいプレートが入ってますね。あ、プレート入ってる。うん、いらないかな。あ、一応その上に。あ、面白い。はい。キノコも。なんかきなこ。え、これどうやって作るんだね。じゃあ水を、うん。きなこ皿、水皿。そう。一枚ずつお餅を水皿に入れて浸し。これでいいんだよね。そうですね。え、そこ、あ、こうやって移せばいいのか。あれ、そのまま水入れちゃうんでダメ。あ、え、大丈夫、いいです、それで。その方がいいか。柔らかくなったお餅をきなこ皿に移し、あ、きなこ皿これにすればいいんだ。あー、そう。入れていいですか？入れてみよう。ちょ、片っぽだけにしておきます。どれぐらい入れるんだ。え、あ、え、あとお湯は使う、入れてきます、うん、まず、あ、これ吸うんだね、やっぱ。うわすごいよ、すごいよ、ちょっとこの感動をお伝えしたいんですけど、もうちょっとやった方がいいのかな。うん、このぐらい、すごい、まずこっちも、おおお、なんかプカプカしてる、美味しそう。はい、ありがとうございます。ちょっと最初に何も水をつけてないのを見て、パパパ、見ながら、うわ、いきますよ。これがまだ水がついてない状態の餅。あ、これあれなんじゃない、んきなこず
水、これ全部こっち入れちゃうのかな。で、これきな粉にするのかな。まあ、そうか。そうなのかな、わかんない。そうか、じゃあちょっと入れちゃう入れちゃいます。入れちゃいます。入れちゃいます。もう柔らかい。え、ほんとだー、ちょっと待って、やばい、すごい柔らかい。え、どうする。柔らかいね、うん、そうだ、これを全部こっち入れちゃえばいいんだよね、うん、じゃあ入れちゃいましょうか。そうしたら、あのきな粉皿に作れるよね。そう、あー、これなんかあの、高野豆腐みたいな感じかね。あー、水分吸ってね。水分吸って、じゃあちょっとこれもう開けちゃいます。開けちゃって、え、どれだかな。え、ちょっとすごいよ、これちょっと面白い。これはなんか宇宙食を楽しもうっていうか、はい、遊ぼうっていうね。なんかそんな感じ。お子様も一緒に、まあ、ちょっと食べるときに気をつけなきゃいけないですけど、お子様も一緒にできそうです。よいしょ。はい、ということで、じゃあ食べてください。食べてみます。早速下の方からいいかな、ね、最初ついてた。えー、すごい、ちょっと待って、すごい。え、見て、めっちゃ伸びる。伸びてますよ。ということで、これにきな粉をつけて、きな粉をつけて食べます。いただきます。よし、じゃあこぼさないで。はい、どうお餅。お餅、うん、味はきな粉はあんまりしない。うん、うん、あの普通に美味しい和菓子。あ、和菓子なんだ。うん、なんかでも、ほんとこれ、うん、こう見てほんと伸びるんだよね、うん、ちょっとずつ、あ、ね、普通に美味しい。あの、なんだろうこれ、感動的な、あの、お餅とのコラボレーションって感じ。なんかあの、なんだろう、普通にまずこの餅になったことにびっくりですけど、あの四角いのがここから出されて、水入れて、水パワーで戻って、あんだけ伸びる餅になってっていうのがびっくりで、で、きな粉に入れると、あれ、なんかこれ昔から食べてる、なんかね、きな粉棒みたいな。そうだね、なんか普通に、うん、こう柔らかいお餅をきな粉でやって、そうあんま変わんないね。変わんない、地上のもの、地上の変わんない。美味しいんですよこれ。ただなんかその想像できなかったから、そう、餅がね、すごい、水であのお餅を戻すっていうんだから、うん、あんまないもんね。ないですね、柔らかいお餅だね。そう、なんか柔らかい、ね、せっかくてか、この今こう餅やってるじゃないですか、これあの ここだけじゃなくて普通にやったらいいと思いません？うん、だって焼くんですよ普段。ああ、そうなんだ、ね、っていうことを考えると、まああったかくなくても全然美味しいだから特に夏場とか、ああ、いいかも、こういうの合うね。うん、だから子供となんか夏休み一緒に、そう、クッキングみたいな、クッキングをこうやってもいいんじゃないですかね。いいかもしれないです、うん、でちなみにこれきな粉今ついてますけど、これ小豆とか、ああ、そうだね、別のものだったとしても美味しいかも。美味しいね、うん、いやこれは超感動。いいんじゃないですか、やっぱ田中キャスターが気になってたけど、いやだってどうやって柔らかくするのや、まあほら地球で食べてるのよりも柔らかくはなんないだろうって思ってたけど、めっちゃめちゃ柔らかいです。普通に柔らかいね、うん、柔らかいし美味しいし、美味しい。いや、これはいいおやつ、おやつ、おやつが食べれました。大満足も大満足です。はい、ということで、なんかこのライスケーキは多分あのご家庭でみんなで楽しめると思うので、一度買ってみるのもありかもしれないです。はい、おすすめの宇宙デザート、おすすめですね。はい、ということでまた次回レポートしますので見てください。お楽しみに。皆さんこんにちは。今日はですね、フリーズドライイチゴとチョコレートがコーティングされたお菓子食べたいと思います。楽しみだね。いや楽しみ。なんかでもこれって結構あの見たことあるシルエットがしません？なんかね。ということでどんな味か、うん、もうちょっと早速食べてもいいですか？開けてください。やった。開けますよ。はい。お、え、待って、もうこの封切った瞬間めちゃくちゃいい匂い。うわって感じ。でもこれちゃんと止まってる。うわね。あ。おいしそうな。すごい。卵みたいな。卵みたいな。うん。これ手で。あ、どうぞ手でいいです。いきます。はい。これが。面白いですね、これ。はい。本当。
食べまーす。なんかこれなんか お菓子のコマーシャルやってるCM をやってるうんうんうん、美味しい。どんな感じですか。まあ今お口に入ってる、うん、いただきます。なんかこれ一口でいったら噛むのが大変。もう本当にザ・イチゴとチョコレート混ぜた感じで、いつも実は私これ北海道とかからこのお菓子好きで取り寄せたりとかするんですよ。なので味も結構普段食べてるから知ってるんですけど、なんか似てる味にすごい似てます。あ、似てますか。うん、でなんかなんだろう、イチゴ感も普通にそのままザクって感じでちゃんとあるし、チョコの味もしっかりしてるし、いやこれ勉強しながらとかは食べてもいいかもしれない。あとあれですよ、みんな2月にバレンタインがあるじゃないですか。これプレゼントしてもいいと思う。宇宙好きの彼氏。そう、ねえねえ、宇宙嫌いだったらどうする。宇宙嫌いだったらこのいや、そうしたらいないよね。いないか。そうよね、そうね、そうね。そうということで、みんなに、まあ、宇宙好きになってもらうためにも、ね、ちょっとね、宇宙に興味がある女性の方とかこれ、あげてみてもいい気がします。これ、びっくりしたのが、うん、チョコレートのコーティングが熱いよね。熱い。なんかびっくりして、普通より熱い。大体こういうもん。なんか、大体なんか似たような感じではある。ただ、ホワイトチョコレート感がすごく強い。強いよね。うん、あ、じゃあ濃い。なんか熱いのかな。熱いのかね、なんかそう。まあ宇宙だと味覚がね、あ、そうそうそう、ちょっと感じにくい部分が。そういうのもあるのかもしれない。チョコレート感もね、強いですよね。おいしい。おいしい。いや、これおいしい。バレンタイン見てもらったら嬉しいな。嬉しい。じゃあちょっと来年は私が買っておきますんでこれをちょっとまずね、はい、宇宙好きにみんなで食べていただいて、はい、ということで今日はホワイトチョコレートのコーティングがされたフリーズドライイチゴということでチョコレートのお菓子を紹介しました。いや、これは普通に美味しいですね。美味しいですね。うん、ていうかなんか宇宙食ってもっとなんか味がね、この地球で食べているものと違うのかなって思ってた部分ってやっぱ結構あって、でもなんかまあこういうお菓子とかも含めて意外となんか普段食べ慣れてるものに近い。近いね、これは近い、ね、うん、なので食べやすいっていうのもすごくいい点です。はい、ということでそれではまた次回のために私らネタ作るんで皆さんお楽しみに探してきます。はい、してください。それでは、はい、皆さんこんにちは。今日はですね、宇宙のグミを食べてみたいと思います。ちなみにこのグミ、ロケットに乗って宇宙から生還した乳酸菌の子孫が入ってるみたい。え、すごい良さそうじゃないですか。すごいね、ちょっと。はい、ということで早速開けてください。開けちゃいます。いきます。お、上手。え、こんな感じ。あ、しかもこれすごくいい。こんな感じ。個包装になってます。個包装に。はい、ほら、こんな感じで個包装になってますよ。じゃあ今日は2人で一緒に一緒に行きますか。はい、初めてです、一緒に。いただきます。うん、これ不思議。あ、でもだんだんそうだな、味が好きだ。うん、グミ、グミ宇宙っぽい。うん、色は色は宇宙っぽいけど、美味しいソーダ味のグミです。グミですね、はい、じゃあ今日はこれで終わり今日はたまに短くてもいいのかね。そう、別にまずいとかじゃないです。美味しいです。すごく美味しいですね。乳酸菌っていうか、なんか、ヨーグルトみたいな、ヨーグルト、そうだね、ヨーグルト感じのニュアンスの味がして、まあ、ソーダと掛け合わさってね、掛け合わさってすごい美味しいですけど、コメントはなんか宇宙のグミだぞーっていうのはなかなか難しいかも。難しい、難しい。宇宙のグミ、宇宙だぞーっていうのはそのなかなか、だから今日は短めのコメントを ここで終わりにしてあげてくださいあ、美味しかったです。美味しかったですね。はい、ということでじゃあ皆さんまた次回お楽しみに。お楽しみください。今日はこの辺で。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、はやぶさ2の
チョコインクッキーを食べてみたいと思います。チョコインクッキーってことはクッキーの中にチョコが入ってるんですよね。そうだね、そうだね。楽しみ。いや、ちょっと開けてみたいと思います。楽しみ。なんかすごい。じゃあ出していいですか。出すって、どうぞ。結構いっぱい入ってます、ね、いっぱい入ってる。しかも一個一個に本当だ、絵が描いてある。絵が描いてある。うわ、かわいい。これ竜宮って言わないんだ。あ、そうだ。これなんかあの研究に行った時に確か写真撮った気がします。あ、ほんと。なんかこの、かわいい。こんな感じで、なんか3種類入ってますね、絵が。そう、ね、かわいい。何食べようかな。どれいきます。どれ、レディーファーストで。じゃあ、ハヤブサ2。ハヤブサ2開けよう。岩とこれ何、これ地球ですかね。え、違う、地球か。あ、ここに書いてある。地球とリュウグウとハヤブサ2っていうイラストがなんか書いてありますって。入ってました。よし、チョコ入ってんだね、この中にね。全然なんか想像できない、ね、見えないけどね、うん、え、でもちょっと、あ、いい匂い、いい匂い。お菓子屋さんの匂いがします。お菓子屋さんの匂いいきますよ。いただきます。うん、うんうん、チョコ出てきた、うんうん、チョコ出てきましたね。チョコ入ってる。うんうん。美味しい。普通、普通、うん。あの、卵感が強い。卵感強い。うん。卵ボールみたいな。卵ボール。外に。ジョータさんは？あの、リュウグウにガブついちゃって。いや、いいですよ、いいですよ、いいですよ。周りハヤブサにガブついたんで。はい。うん。食べやすいクッキー。うん、そうですね。んうんうん。柔らかいし、本当卵ボールをなんかもうちょっとクッキーっぽくして、うん、はい、でなんか生クリームこれ。そう、チョコと、あ、でもココアパウダーとかも入ってるんで、ちょっとなんか滑らかになってるかもしれない。滑らかだね、うん。確かにそうかもしれない。はい。いや、これいいね。これもう普通にお土産とかに。お土産で、うん、なんかそうだね、あの、まあ、宇宙で食べたら美味しいんでしょうけど、地球にもどっか宇宙の施設で行った時に多分売ってそうだもんね、うん、売ってると思います。これ多分買うと喜ぶんじゃないですかね、はい、いや、なんかその天球もあの宇宙グッズっていうかお土産ブースみたいなのがすごくいっぱいこう広いゾーンであって、そこにやっぱお菓子だったりとか食べ物だったりとかも売ってたんで、いや、これは喜ばれる。てかなんかありきたりのお土産よりもこうぐらいの店があったらいいよね確かになんかこんなの買ってくる人いないじゃない、お土産でよ。いないですよ、この岩ですよ小惑星リュウグウまあねまあね、じゃあリュウグウの絵が描いてある。そうそう、でも美味しいね。いや、美味しい、美味しいし、なんかこのイラストが描いてあるとなんか、じゃあ僕これ食べるとか、そうそうそう、私これ食べるって言いながら、ね、うん、みんなでこうどれにしようかなって楽しめる気がする。会話が楽しめるね。はい、なのですごくいいんじゃないでしょうか。あの宇宙施設にこう遊びに行った時にこうお土産みたいな感じで、うん、宇宙ショップで売ってるお菓子とか買ってきてもいいかもしれないですね。ああ、そうだね、うん、なんかそういうのも楽しいかも、うん、っていう感じでこう宇宙にまつわるお菓子、お菓子、はい、ごちそうさまでした、はい、ということで今日はクッキーだったんですけど、また次回何を食べるんでしょうかっていうのは内緒ですけど内緒だ、ね、またお楽しみにお待ちください。またね。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、レアチーズケーキ食べてみたいと思います。いや、でもチーズケーキっていうか、もともとケーキってショーケースにこう並んでるじゃないですか。冷えてるんですよね、うん、あのアイスみたいな、あのちょっと謎が出てきちゃうんですけど、うん、どうして冷たくないのにここにいられるんだろうかいられるんだろうかっていう疑問がありますが、はい、ぜひやってみちゃいます、うん、どうぞ。やってみちゃおうか。開けてみちゃいますよ。最近、いや、確かにケーキは冷たいもんね。ケーキそう冷たいんですよ。常温、あ、なんだろうこれ、常温、はい、なにこれ、これ食べやすい感じにカットされてる、カットされてるね。面白いね、これは。いや、あの常温のレアチーズケーキが登場しました。食べちゃいます、食べちゃいます、うん、食べちゃいます。これ、ま、マイフォークで。でもこれ結構硬い。でも切れててよかったね。うん、これまん丸出てきたら大変なことでしたよ。全然取れない。取れない。取れないよ。あ、取れました。ありがとうございます。いただきます。一
口で、はい、お得意の一口でもうちょっとちっちゃく切ってくれればね、よかった、うん、うん、とコメントできず、大きすぎてじゃあ僕もコメントできずうん、うん、これは、なんだろうこれ、うん、レアチーズじゃないみたいな、うんうん、どうですか、あの、なんだろう、元のチーズケーキをギューって押しつぶした感じ、なんか圧縮して、旨味を詰め込んだみたいな、詰め込んだ感じ、うんうん、でも、あのこれ一口でいくのはおすすめしません口の中の水分めっちゃ持ってかれる、パサパサしてるね、うんうん、ちょっとね、うん、なのであの紅茶と一緒に食べたら美味しいと思うし、お茶とかコーヒーとかでもいいと思うんですけど、なんかでも美味しさは詰まってますよね、うんうん、って感じがするので、僕的に言うとね、あの批判じゃないですよ、うんうんうん、批評でもないんだけども、うんうん、もうちょっとこうレアチーズのこう酸っぱさみたいな、なんていうかな、あ甘酸っぱさみたいなのがあると良かったんですけど、うん、宇宙だとぴったしかもしれない、あ確かに、あの味覚のね、そう味覚のあれね、だそういうのを考えてるのね、あ地上で食べるとね、ちょっとね、もうちょっとこう甘酸っぱくてもいいのかなって一瞬思ったんだけど、うんうん、あんまり宇宙用だから、確かに宇宙食です、そう宇宙食だから、ね、うんうんうん、ただなんかふわっと、なんかふわっとですけどレモンは感じますよね、ちょっと感じるね、そうここにあの一応爽やかなレモンのハーモニーって書いてあるね、ハーモニーは感じましたハーモニーは感じたじゃあ合格ですね、そう合格、ハーモニー感じたから、ただあの水分が必要になるので、あのドリンクの準備はそうね、してここに紅茶がこう2つくらいあったら、ね、あったらね、ちょっとおしゃれだ ね、お茶会みたいになったかもしれないですね、そうだね、はい、ということで、あのチーズケーキっていう、すごいそれは分かる、うん、分かるし、なんかあのレモン感もまあ伝わる、うん、からなんかレアチーズケーキですって言われたら、うん確かにってなる美味しさはあります、うんうんうん、ただなんかあのやっぱあのチーズケーキはチーズケーキでね。いや僕もそうなんです。あのそうそうあくまで宇宙用。そう宇宙用なんで、んでまああのお家で食べるときはこれも一回試してみてもいいかもしれないですけど、ね、チーズケーキでいいと思います。はい、ということで、あの今日はこんな感じでレアチーズケーキを食べてみました。はい、それではまた。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、和菓子。羊羹の栗味食べてみたいと思います。全然想像できないけど、どんなんなんだろう。開けてみてください。開けてみていいですか。袋も大きいね。そう、なんかここにいるのに開け口ここにいるんですよ。そうね、なんでだろう、なんで謎ですけど、開けちゃいますよ。いいしょ。んんえ、おーこれまた来ましたよ、袋の中に袋ということで、よくあるパターン、ね、よくあるパターン、あ、これあれ、ん、ひねりながら引いてください、切り口とか、あ、それそう、こっちの上の方にこうやって、なんか羊羹ってこういうのあるよね、開けるのが難しい、難しいね、なんか失敗しちゃった失敗しちゃったから、もうどうしますか、どうしよう、こううまく開けれないかもしれない、開けれない、あー、開きました栗羊羹ですよ。お、うわ、出てきた。なんかこれ普通になんかあるね、うん。いつもなんか見てる羊羹って感じな気がします。うわ、やった。ありがとうございます。いただきます。え、栗がゴロゴロ入ってる。入ってる。うん。うん？切れる。よいしょ。お、はい。食べます。ふ、うん。美味しい。普通に美味しい。うん。ちょっと甘くて。あの栗の味もちゃんとして、なんかでも黒糖っぽい、ちょっと黒糖っぽいくないですか？なんかあれ、なんか普通の羊羹とちょっと違うのかな？え、ていうかなんならあり、普通の羊羹よりこっちの方が美味しいかも。羊羹すごい好きですけど、ね、甘さ控えめ、うんうんうん、甘さ控えめ、なんか砂糖のあの砂糖って感じっていうよりもねえ、なんかさっぱりしてる、うん、甘いんだ、食べやすい、食べやすいね、うん、でもなんか入ってるものとしては砂糖、
小豆、栗の甘露に水飴とか、まあ、寒天とか。あんま変わんないんだよ、これ。うんうん。ぽいけど、でもなんか山崎さんとのコラボなんですね、これはね。なので美味しい。でもなんか思ったよりも栗がゴロッゴロ入ってます。ゴロゴロ入ってるね。うん、美味しいです。美味しい。普段和菓子すごい好きで、あ、私。で、まあ緑茶も飲むんですけど、最近玄米茶にハマってるんですよ。あ、そういうなんかお茶と一緒にね。玄米茶合うね。合いますよね。食べたいかも。いや、なんかいいな。これ美味しいです。なんか羊羹って僕久しぶり、なんか夏だと水羊羹とか食べるけど、うん、食べますね。こういったタイプのやつは久々なんだけど、なんかね、すごい食べやすいね。はい。なんか甘すぎず、うん、なんかこう本当に玄米茶じゃない。玄米茶合いそう。感じがしますね。合いそうです。なんか、はい、あれしかもこれおばあちゃんとかおじいちゃんとかも喜びそうな味ですよね。優しい感じもするし。優しい味だね。うん、あんま強すぎない、甘さが強すぎないので食べやすい。食べやすい。羊羹です。羊羹ですね。はい。ということで。なんか宇宙食の和菓子っていうのも、まあ、初めて、初挑戦、ね、うん、そう初めてだ。だけどすごい、ね、ベリーグッドな、ベリーグッド、はい、感じでした。はい、はい、ということで今日は羊羹を食べてみました。また次回をお楽しみに。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、杏仁豆腐を食べてみたいと思います。いやでもなんか杏仁豆腐ってプルプルって出てくるイメージがすごいするんですけど、プルンプルンって出てくるんですけど、これもちろんプルンプルンでは出てこないので、あのフリーズドライの乾燥した杏仁豆腐ちゃんが出てくるんですね。まあ薬膳デザートとかそういうの言われますね。あー、体にいいのかな。体にいいって言われてますか。へー、ちょっと気になりますね。気になりますかね。早速開けてみます。いやなんか面白いですね。いや、え、おお、おお、フリーズドライ、あ、え、おお、なんだこれ、なんかいい、色までついてる、色がついてる、なんで、何味だろう、面白い、でもなんかブルー、リンゴ、ブルーベリー、ラズベリー、あ、いろんな味がついてる、とノーマルなのかな、ノーマル、そうかもしれない、ちょっとノーマルからいきましょうか、いただきます、箸でいきます、いただきます、じゃあ。この何も入っていないバージョン、はい、うん、うん、うん、これはちょっと美味しい、美味しくない、微妙、あの杏仁豆腐感が薄い、薄い、うん、ちょっとブルーベリー、あ、他は、ちょっとブルーベリー食べてみます。え、なんか、あ、でも後から杏仁豆腐だ、これ後から来ます、ブルーベリー、うんうんうん、味はなんかちょっと薄いのかね、なんか、あ、うんうんうん、後から来る、こっちの方が杏仁豆腐美味しい、でもなんかブルーベリーと混ざってるからっていうか、うん、なんなんだろう、なんかすっごい不思議な感じ、不思議な、あ、風味が出てるね、うん、こっちがラズベリー、はい、ラズベリーです。ここにリンゴ、ブルーベリー、ラズベリーって書いてあるので、まあ果物が入ってるんですね、今杏仁豆腐の中に。あ、これはね、うんうん、あのブルーベリーとかラズベリーの方が美味しいね。はい、なんかノーマルだと思う、ノーマルだとちょっとこうなんか杏仁豆腐なのかなっていう感じがしちゃうね、うん、ちょっと、うん、あの感じにくい、感じにくい、ね、うん、ちょっと感じにくい気がしますね。ただなんかそのブルーベリーとかを食べると、まあ杏仁豆腐っていう後味がします。ラズベリーでも同じ、うん、ということで、あの杏仁豆腐を感じるためには果物入りの方がいいという結果だったんですけどそうね、まあ、まあでもなんかあの杏仁豆腐感はありますね、後味でじゅわってくる感じがあるので、ただなんかその元々食べてる杏仁豆腐を想像しすぎてるとちょっとあれかもしれないで、違うものかも、違う食べ物だったそうそうそう、なのでまあ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 宇宙食なのでね、宇宙食こうお楽しみグッズみたいな感じで食べていただけるといいかと思います。ということで今日は、ね、杏仁豆腐を食べてみました。それではまた。はい、皆さんこんにちは。今日は宇宙食のプリン、プリン、プリンを食べてみたいと思います。
いや私あのプリン大好物でもうどこに行っても見かけると買ってしまうぐらいプリン大好きなんですよ。なのでめちゃめちゃ期待してるんですけど ランキングでこう格付けできる。いや本当ですよ、どうしよう、ちょっと楽しみということで早速開けちゃっていいですか。開けますよ、はい、よいしょ、おうん、おおプリン、匂いがプリン、プリン、プリン、お、いいですね。あれ、3つしか入ってない。よし、それではプリン大好物の田中愛理プリン食べてみます。美味しいかどうか、いやどうだろう、ドッキドキですね、ドッキドキ。顔で、確認します。確かに心を読んで発見しますか。あ、確認しますか。いっちゃいます。どうですか。うん、まあこれは普通に美味しい。普通に美味しい、うん、っていうかザ・プリン、プリンザ・プリンザ・プリン、はい、いや、なんかあの思ったよりもすごい、すごいプリン、わかりますかね、このこれ美味しい。なんかデザートでも、うんうん、宇宙食に出るのちょっと微妙な時もたまにあるじゃない。そうですね、これは、うんうんうん、なんか若干美味しい方、美味しい方だと思う、ね、なんかあのプリン、これ今あの黄色い部分だけに見えるんですけど、ちゃんとなんかカラメルの味もなんかする気がするし、そうそう、ね、まあ気のせいかもしれない、凝縮してるね。あ、そう、ギュッてギューってこうなんか、ね、うんうん、濃い濃いプリン、もう本当にあの集めた感じですね。集めた感じだね、ギューってうまさをこう集めて集めて、うん、このサイズ感になったみたいなプリン、そうだね。いやー美味しい。だからいつも1個少ないんじゃない、多分。あ、嘘なんか4つぐらい入ってるじゃん。そう、いつも4つ入ってるんですよね。3つってことはこうギュッて詰まって美味しくなってる、ね、まあね、まあ美味しさがあって3つならまあまあ許しましょう、許しましょう、 OK です、ね、OKOKOK ということで、あのプリン大好物なんですけど、もう重いですね、これは。満足、すごく満足です。よかったですね、はい、期待通りでした、期待通りでした。はい、ということで、あのいつもコンビニとかでも売ってる、あの手軽に買えるプリンがここにギュッて集まってる感じで、美味しさが詰まってました。はい、プリン美味しかったです。じゃあまた。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ストロベリーショートケーキを食べてみたいと思います。嬉しいね、嬉しい。はい、いや、やっぱケーキって言えばね、ショートケーキって感じがするので、ちょっとどんな感じで出てくるのかも楽しみ、楽しみ、うん、楽しみです。じゃあ開けてみましょうか。開けてみます。え、なんかすごいイチゴ、イチゴの感じ、うん、なんかパックに入って、うわっ、ほら、1個です。あ、1個なんだ。1個で、なんかあのちょっとショートケーキな感じで出てきましたなんかショートケーキなんだね、うん、これなんかナイフ欲しくなりますね。あ、ほら、そうね、これ取れるのかな、うん、面白い、うん、ショートケーキいただきます。これでも、あ、でも下見るとショートケーキだね、これ、うん、これ揚げた方がいい、開けたのが面白いかもしれない。ほら、皆さん、生クリームの部分とちゃんとね、そうなってる、スポンジの部分も見えます。じゃあ一口でどうぞ。え、これはいやいや、ちょっと冗談です。これさすがにやばいですよ。いただきますよ、いっていいですか。どうぞ。うん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 、美味しい、うん、美味しい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 。あの、これ断面見えてるんですかね。断面、この生クリームとスポンジの部分があるじゃないですか。生クリームのとこ柔らかい。いや、柔らかい。で、スポンジのとこはあのいつものフリーズドライを食べてる感じ、でサクって感じで、ちょっともうこれ試してほしいけど1個しかないけど、どうしますか。食べます。じゃあちょっと食べてもらって。そんなもう対談ですからね。ちょっと試してほしいです。はい、ふんふんふん、伝わります。なんかあの、あ、美味しい、うん、なんかショートケーキにすごく近い。あ、これは美味しいですね。これはいいかもしれない。なんか生クリームをフリーズドライにしたって初めてだよね。いや、初めて。なんか過去にやった中ではなかったです。 ないよね。はい、イチゴ食べた。イチゴ食べました、食べました、食べました。イチゴはなんかあの、うん、なんフリーズドライ、フリーズドライ、イチゴ、これ生クリーム美味しいね。美味しいですよね、普通に、うん、あ、これイチゴの味するね。あ、だってストロベリーショートケーキですもん。
これいい、もう割といいんじゃない、うん、これはデザートの中ではね、うん、あのあ美味しい。過去にあれですよね、レアチーズケーキも試してみたんですよ。でケーキの中では第2弾みたいな感じなんですけど、あの時はこういう感じで出てこなかったんですよね。そうそうそう、あの四角くこうフリーズドライな感じで出てきたんですけど、そうそう、ね、いや美味しいと思います。1個にまとまっちゃって美味しくなっちゃった。あ、3つ4つに、ね、そうかそうか、そうで、それがギュッてなって、でなんかちゃんとイチゴもついてきて、この話題は前から見てる人によってよく分からないかもしれませんけど、はい、ね、こういう話題をたまに振りますんで、そうですよね、やっぱりね、ちょっと戻ってみてもらってね、戻って見てもらいたいと思いますね、はい、と思います。あ、美味しかったね、いやこれは、これはなんかしかも、ね、あの美味しいプラス新食感な感じもして、ちょっと嬉しいかも。この生クリームがね、はい、確かに本当初めて、初めてですよね。いやだからこれが例えばチョコケーキとかだった場合、うんうん、チョコの生クリームとチョコのスポンジとかだったらまた面白いかもね。感じこるかな。ちょっとありがとうございます。また、うん、また買ってきてもらって、なんかこの昼食を食べてみようみたいな続きをどんどん、ね、はい、やれるといいね。やっていきたいと思います。いやそんな感じで、もう今日はデザートのストロベリーショートケーキを食べてみたんですけど、これはもう普通に美味しい。美味しいね。これはおすすめですね。おすすめです。うん、これはあの冷たいくないけど普通にいちごのショートケーキを味わえる味、うん、してました。はい。ということで、またお楽しみに。バイバイ。